皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、便秘に悩んでる人、そして軟便に悩んでる人に対して、もしかしたらそれが解消するかもしれないというような内容をお送りしていこうと思います。私は軟便体質なので便秘の方の気持ちがわからないんですが、今回男女2人に実験を1ヶ月間してもらいました。なのでその報告をもとに、便秘に悩んでる人にとって、解消になる一つの方法となればいいなと思います。私は軟便体質といっても、普段の便はバナナ状のうんちが出たりするんですよ。ただ脂っこいものを食べたり、刺激物を食べたり、ニンニク、お酒、そういったものを食べると下してしまう。あとは牛乳なんかも下してしまうんですけど、だからそういった普段あまり過剰に摂取しないようなものを食べると、どうしても下痢しちゃうなっていうのが悩みでした。じゃあまず、よく乳酸菌を取って腸内環境を良くしましょうねって言われるじゃないですか。でも乳酸菌っていろんな種類があるんですよ。だから私のお腹には何が足りないんだろうっていうことで、腸内フローラ検査というのをやってみました。皆さん、腸内フローラ検査やったことありますか？キットがですね、1万円くらいで売ってるんですけど、自分が排泄した便をなんかこう取って、それを検査に送ると、約2ヶ月くらいで検査結果が来ました。で、ネットでこんな風に検査結果が来るんですが、じゃあ私のお腹どんな感じかなってなると、腸内フローラタイプ、主要栄養素タイプという、タイプ B っていうものに値すると。で、傾向としては他の腸内フローラタイプと比較して三大栄養素をバランスよく摂取している傾向にありますと。で、細菌としては腸管の異常な炎症を抑える働きがあるフィーカリバクテリウム属、バクテロイズ属が多いタイプです。こういう風な表示になるんですよ。でタイプ B って、じゃあその上から E ランク、良いランクにしたら、上から2番目くらい腸内環境あなたのいいですよって言われて、本当にって思ったんです。でも確かにさっきも言ったように、普段の便は本当にバナナ状の便だったりするので、その刺激物に対して耐えれないよなっていうことでした。どういった腸内細菌がどれくらいあなたのお腹の中にいますかっていうのを、また数値で表してくれてるんですが、よく皆さんが聞くビフィズス菌っていうのが全体が 7.56% に対して、私 1.34% しかなかったんですよ。他のいろんな乳酸酸性菌とか核酸酸性菌みたいな、なんかそういった菌は基本的に平均値にあったんですけど、なぜかこのビフィズス菌だけがすごい少なかったっていうことで、成長作用とか有害菌の増殖抑制みたいな、特にやっぱり私が言う成長作用がやっぱりあまり働いてないから、この菌が少ないんだなっていうことで、この菌を増やしていこう、でこの食べ物の改善方法っていうのを教えてくれてます。だからヨーグルトを食べればいいっていうことではなく、ヨーグルトに入っているその菌をより育成させてくれるセットで食べるといいよっていう、その食事方法も教えてくれるんですね。で、ビフィズス菌、ビフィックスっていうヨーグルトとバナナと蜂蜜で朝食をやっています。それだけで改善したっていうことではきっとなくて、やっぱり薬に頼りました。過敏性腸症候群っていう症状があるんですけど、それは何かっていうと、例えば緊張した時にずっとこうお腹が痛くなって便が出てしまうとか、なんかストレスで便が出てしまうみたいな、何か食べ物を食べたわけでもないのに、ちょっとその気持ちの面からお腹を下してしまうみたいなところであったり、普段からそういった下痢がひどいっていう人に対して処方される薬で、イリボーという薬があるんですね。こちらイリボーという薬があります。なのでこれは下痢型過敏性腸症候群治療剤というものなんですけど、こちらを1
1月の初めに、まあ、お医者さんに行きまして服用してもらいました。で実際その後もう飲んでみたら、普段バナナうんちだったのですっごいコロコロのうんちになったんです。もう石ころのようなうんちになりました。このうんちログでうんち管理をしながら、あの毎日自分のうんちの状態を見てたんですけど、やはりイリボを毎日1錠ずつ飲むとどうしても便が硬くなってしまう。やっぱり年始だったので飲み会がありました。で実際もう気の知れた友達との飲み会だったので、最悪漏らしてもいいっていう覚悟の上で、普段お酒を2杯とかしか飲まないようにしてましたし、食べ物もある程度普段こう食べ馴染んでるような刺激物じゃないようなものを食べていましたが、そのイリボを服用して初めての飲み会の時はもうガンガン飲みました。遠慮することなく、もう私は焼酎のお湯割りなんですけど、焼酎のお湯割りとかコーン茶ハイ割りをどんどん飲んで、その時はタンシャブ屋さんかな、タンシャブ屋さんに行った後に2軒目で韓国料理屋に行って、普段それこそ辛いもので下しちゃうし、油っぽいもので下しちゃうけど、本当にお腹いっぱい苦しい苦しいってなるほどに飲んで食ってしましたが、漏らさなかったの。次の日便を出そうとしてもやっぱりちょっと硬いままで下痢になることがなかったんですよ。もう感動した。でも1回だしな、ちょっと信用薄いよなって思って、また1月に飲み会があったので2回目チャレンジしました。また失敗しなかった。便が柔らかくなることがなかったんです。飲み会がある時に、ある、まあ、前の前の日くらいからね飲み始めたら、本当に失敗することがなくなりました。うんちログとかとともに便を管理すると、今は便もちゃんと出るし、でも出てほしくない時は出てほしくないっていう風になりました。ただ一つイリボを飲んで牛乳をもう一気飲みしたんですね。やはり牛乳には勝てなかった。牛乳はなんか多分また違うあのお腹の下し成分みたいなのがあるじゃないですか。だからそれには勝てなかったので、まあ、今は牛乳飲みたいなっていう時はアカディとかっていう、あと A2 ミルクとか、お腹を下すような成分がもうそもそも入ってないっていう牛乳が今あるので、それを飲みましたが、そのアカディとかを飲んだら下さなかった。まあ、ちょっとこれはこのイリモとの話とは違うんですけど、やっぱり牛乳飲みたいけどお腹下しちゃうなっていう人は、そのアカディとか A2 ミルクだとお腹下さないので、ぜひそちら飲んでみてください。はい、ということで、こちら今も、一応3ヶ月分くらい処方してもらいましたが、豚服として扱って私は自分でねいるので、ぜひ本当に便に悩んでる人たちはこのイリボ飲んでみてください。まあ飲んでてもやっぱダメな人もいるけど、チャレンジしたことない人はまずチャレンジしてみてほしいなっていうのと、さっき言ったまず腸内フローラを一旦調べてみるっていうのもいいと思うので、まず自分のそのお腹に対してどんな菌が少ないのか、自分はどういったお腹の持ち主なのかっていうのを調べてみてください。はい、じゃあ今は軟便の人に対してのお話でしたが、次便秘の話になるんですが、私のフォロワーさんの中で2人下半身麻痺の人でね、募集をしました。で1人は、男性の方で約3年くらいの受傷で、まあ、硬膜外血腫による、まあ、脊髄損傷で、だいたいへそから下が麻痺だそうです。で年齢は43歳の男性 でもう1人は女性なんですけど、まあ、受傷歴はまだ8ヶ月くらいで、T12くらいなんで、まあ、おへそくらいですねの損傷で、年齢が21歳の女性、この2人がもういつも便秘なんですっていうことで下剤で処理してたりするし、たまに失敗すると漏らしちゃうこともあるっていうことだったので、この方々に1ヶ月間実験してもらったのが、アスタキサンチンのサプリを飲むっていうことをやってもらいました。アスタキサンチン、皆さんご存知ですか？アスタキサンチンって、まあ、鮭とかイクラとかカニとかエビとか赤い色の生き物、食べ物に対してある、
まあ、成分なんですけど、アスタキサンチンって本当に美容に詳しい人だと知っていると思うんですが、アスタキサンチンの一番のいいよって言ってる効能としては、抗酸化作用っていうのがあるんですよね。まあ、美肌を保つとか、目の健康を保つとか、あの脳の働きを保つっていうような効果があるよって言われています。で、その中でもあとは成長作用とかあるんですよ。で、私自身その美容っていう部分で抗酸化作用を求めてアスタキサンチンのサプリを飲んでたんです。で、アスタキサンチンのサプリを飲むと、なんか普段より便が柔らかいなーっていう感覚があったので、ちょっとあまり私自身普段はいい便な分、ちょっと飲みすぎるというか、あまり毎日取りすぎるとちょっと下し気味になっちゃうなっていうのが、なんか自分の中でずっとあったので、今回じゃあその便秘の人がアスタキサンチンを飲んだらどうなるんだろうっていうことをやってもらったんです。で、実際1ヶ月このうんちログをつけてやってもらった結果なんですが、まず男性の方の、まあ、1ヶ月やってみた結果としては、まあ、基本的に毎回薬で下さして排便している状態なので、まあ、便がこうゆるゆるで良くなってるかどうかわからなかったけど、でもいつもはすっごいゆるゆるなのに少し硬さ、塊が出て、出すことができるようになったっていうことなんだそうです。ただ、まあ、やっぱり劇的に変わったっていうことはないけど、でもさっき言った少しうんちが硬くなる状態っていうのは以前もゼロではなかったけど、この1ヶ月間アスタキサンチンのサプリを飲んだ時の方が回数が多かった、その塊で出る率が高かったっていうことだったそうです。もう一人女性の方ですが、サプリを飲み始めてから、まあ、硬さが柔らかくなったと。でカッチカチから少し柔らかくなったからこそ便秘だった私にとってはとても嬉しかったということです。でしかもお腹が荒れってこう少し違和感を感じるようになって、便の管理の変化っていうのを感じてくれたそうです。すごいなって思いました。でそのアスタキサンチンって別に本当にあの他の薬と飲んでるからそのアスタキサンチン飲んで悪いとか、今いろいろ出てる中では何か悪い作用っていうのは特にないんですね。だから別に1日1錠美容のためとか健康のために飲んで、便が良くなったら一石二鳥三鳥になるわけですよ。この男女2人の差はありましたし、まあ、たった1ヶ月間っていう中でも、まあ、効果がある人と、まあ、若干効果はあったけどそこまでじゃなかった人っていうのがいらっしゃるので、便秘だなっていう人は実験をしてみてほしいなと思います。私は自分の体、まあ、あとは今回は他の人の体を使って、この薬は効くのかなとか、どういう変化が起こるのかなっていうのを、まあ、いろんなものを発見するたびに、自分が困ってることがあるたびにこうやって身体で実験をし続けています。まあ、なので体に異常をきたすような実験だったらダメだけど、いつものようなルーティーンだけではなくて新しいものが出てたりもするので、そういったことを調べて試してみるっていうこともいいと思います。ただやはり便秘や軟便に関してなんですけど、普段の食生活とか睡眠とか生活習慣をまずちゃんとしてあげることっていうのが大事です。以前もこう便秘に関しての動画を出しましたが、便秘に悩んでいる、お腹の状態が悪い、でも不規則な生活をしている、深夜まで寝ている、爆食いしている、甘いものばっかりお菓子ばっかり食べていたり、それとはまた過度なダイエットというか過度な食事制限をしている、ご飯お米食べないとか本当サラダだけとか、そういった偏りな生活をしているにもかかわらず、なんか腸内細菌に良さそうだからこういう飲み物飲んでみるとか、やっぱり自分の体は下半身麻痺だから自律神経がおかしいから血出ないんだとか、なんかそういったことを体のせいにしないで、まずは自分の生活環境をもう一回見直してみるっていうことも私は大事だと思います。はい、ということで今回は軟便に悩んでる人、便秘に悩んでる人への解消法のヒント
をお送りしました。本当にでもイリボーがあって今とっても心強いので、またもしこれ飲んでちょっと失敗が続くなっていう時はまたご報告させていただきたいと思いますが、まずは試してみてください。はい、ということでこの動画がためになったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。